来年やっぱり一つ今年2桁、ね、勝てたピッチャーがいないというところで、はい、まあ、先発ピッチャーですよね。そんなこともあるんやなと、ね、はい、やっぱりこう名古屋ドーム本拠地ですから、はい、やっぱピッチャー中心の、ね、守りの野球をしないといけないので、はい、投手特に先発ですよね、はい、の整備、はい、これがあの本当に急務ですよね。そうですよ、ね、なんかね、あのファンとして、まあ、もちろん出てきたら勝ってほしいけど、なんかちょっと逆に大丈夫かなっていう思いが強くて、今日はやってくれるぞっていうのがなんか少なかったような感じがします ね、 ね、あの開幕任された大野、はい、やっぱりこう開幕でちょっとつまずいてね、かなりね、まあ、大野さん頑張ったんですけれども、やっぱりこう1シーズン通して、はい、やっぱこう中心になれなかったですよね。なんかやっぱエースみたいなこと言われてて、ね、ところがいやちょっと待ってエースじゃ なくなっちゃったぞみたいな感じ。そうですね、今年に限ってはエースとは呼べなかったですよね。ですよ ね、 ね、あともうそれはもう吉見さん、小笠原さん、鈴木翔太さん、柳さん。そうなんです、この後半3人期待していたんですけど、ことごとくみんな怪我で、はい、でこの秋のキャンプも、小笠原、はい、柳、はい、鈴木翔太、はい、みんな怪我してますよね、キャンプで。それはダメじゃないの。そうなんですよ、やっぱりこういうキャンプで怪我しているようでは1シーズン期待できないですよね。やっぱりもっと体力から、ね、はい、いろんなそういう野球に取り組むそういう姿勢からね、はい、もう一回このオフにしっかり見つめ直してやっていかないといけないですよね、期待が大きいだけに。そうですよ ね、 ね、だけども来年じゃあローテーションどうしましょうってことになると、でおそらくね、やっぱり小笠原、はい、小笠原さん、僕小笠原さん好きなんだよね。大野、大野さん、はい、でおそらく外国人ピッチャー、ええ、先発を2人取るっていうことを言ってますしね、ええ、これで4人、まあ、それでいいピッチャー取れればね、これ一挙に変わってくると思うんですけど、はい、ただ外国人の投手っていうのは本当にもうこう何賭けみたいなところがあって、そうですね、来てみないと分かんないですしね、またシーズン入ってみないと分からないですから、はい、まあ、非常に難しいんですけど、まあ、もちろん吉見もいますし、はいはい、あとはどうですか、柳さんはどうですかね。柳ももちろんね、先発候補でもありますし、はい、鈴木もそうですし、はい、いるのは いるんですよ、やってくれそうな方が。そうなんですよ、今年のキャンプ見た時も、本当に競争がすごく厳しくなるなっていうぐらいいたんですけど、シーズンに入るとね、で鈴木博さん、はい、はい、この方もローテに入ってくれないかなと。いや、入ってくると思いますよ、ええ、もう普通にやれば入ってくると思いますし、ええ、でもしかしたら、後ろの部分、はい、とこで使うのか、おそらく見てから決めるでしょうね。え、先発じゃなくて、はい、いきなり結構ね、7、8、9っていうところもあるかもしれないですよね。おー、又吉さんなんかもいるし、田島さん、そうですね、又吉さんも来年どっち使うんだろう。又吉はそろそろね、本当は先発してあげないと、相当もう入ってから入団してから登板してますから、後ろだともう本当に今年みたいにね、どん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 こう使ってしまいますからね、使いたくなるので、今年6月ね、完封した時にようやく先発でね、こう成功したんで、よかったなと思ったらチーム事情ですぐにまたね、セットアッパーに戻ってしまったので、そうですよね、ちょっと心配ですね、はい、最初に出てきた三妻さんでしたっけ、はい、あの方も、あ、そうですね、 すっごい出てきたんです最初、まあ、三妻とかもね、先発も面白いかなというふうには思いますしね、はいはいはい、まあ、最後の今年の最後の方一回先発して結果は出なかったんですけど、はい、やっぱ若くてこう力のあるピッチャーがね、はい、ちょっと先発に何人か欲しいなっていうところですよね。そうですよね、だから今おっしゃって、まあ、今日名前を挙げさせていただきました、まあ、来年ね頑張ってほしいドラゴンズの先発投手にプラス伊藤純喜もいましたね。伊藤純喜さんいるじゃないですか、はい、忘れたら怒られますよね。怒られます、もう伊藤純喜さんね、もう初めにずらずらっといるんだから、これでだから何人かが二桁をしていけば、そうです、やっぱりこう3人ぐらいは二桁ね、できるピッチャーがいないとですね、なかなか A クラスは狙っていけないですよね。そうですよね。で、一方、野手の方は、まあ、やっぱり毎年言われますけど、まあ、京田さんなんかもね、頑張ってますよね。まあ、京田が、ね、今年1シーズン出たっていうことはもう本当素晴らしいんですけど、まだまだ、上を目指さないといけないし、来年、どれだけ打つ方もね、守る方も、盗塁の数もそうですけど、こう上がっていくかっていうところは一つ注目ですよね、はい、でも辰巳さんも経験があると思いますけども、新人でそれで活躍しました、1年目に2年目っていうのはやっぱり
ちょっとが、いろいろこう、あの、相手に勉強って研究されたり。自分はその、1年目は、優勝は経験させてもらったんですけど、自分自身のその、成績は全然良くなかったですし、ただあの、1シーズン出ることの大変さっていうところで、はい、まあそれが肩の痛みとなって、2年目ほとんど出れなかったので、あ、そういうことになるんだ。はい。だから、強打も、ね、2割、結果的に最終的には6分ですから、はい、まだまだあの、ね、満足する成績でもないですからね。彼はもっと上を目指してこれから頑張っていくと思いますからね、はい、ただ今年のドラゴンズファンからしてみれば何って言ったらやっぱり京田さんの話題になりますよね。そうですね。他にあんまりないだけになかなかのレギュラー何年もやってる人でもね1シーズン出ること難しい中で、はい、1年目から怪我せずにねショートというポジションで出れたことはこれすごいことですから、はい、そうですね。ただそのね今侍、ね、ジャパンに入ったりもしてますし、はいはい、やっぱオフのそういう体のケアですよね、これだけはやっぱりしっかりしてもらいたいですね。だからまあ怪我しないで、はい、来シーズン、頑張ってほしいですね。はい、来年、やっぱり一つ、今年2桁、ね、勝てたピッチャーがいないというところで、はい、まあ、先発ピッチャーですよね。そんなこともあるんやなと、ね、はい、やっぱりこう名古屋ドーム本拠地ですから、やっぱピッチャー中心のね、はい、守りの野球をしないといけないので、はい、投手特に先発ですよね、はい、の整備、はい、これが本当に急務ですよね。そうですよ、ね、なんかねファンとして、まあ、もちろん出てきたら勝ってほしいけどなんかちょっと逆に大丈夫かなっていう思いが強くて今日はやってくれるぞっていうのがなんか少なかったような感じがします ね。開幕任された大野、はい、やっぱりこう開幕でちょっとつまずいてねかなりね、まあ、大野さん頑張ったんですけれども、やっぱりこう1シーズン通して、はい、やっぱこう中心になれなかったですよね。なんかやっぱエースみたいなこと言われてて、ね、ところがいやちょっと待ってエースじゃ なくなっちゃったぞみたいな感じ。そうですね、今年先発を2人取るっていうことを言ってますしね、これで4人、まあ、それでいいピッチャー取れればねこれ一挙に変わってくると思うんですけど、はい、ただ外国人の投手っていうのは本当にもうこう何賭けみたいなところがあってそうですね、来てみないと分かんないですしね、またシーズン入ってみないと分からないですから、はい、まあ、非常に難しいんですけど、まあ、もちろん吉見もいますし、はいはい、あとはどうですか柳さんはどうですかね。柳ももちろんね、はい、先発候補でもありますし鈴木もそうですし、はいはい、いるのは いるんですよ やってくれそうな方がそうなんですよ。今年のキャンプ見た時も、本当に競争がすごく厳しくなるなっていうぐらいいたんですけど、シーズンに入るとね、で鈴木博さん、はいはい、この方もローテに入ってくれないかなと。いや、入ってくると思いますよ、ええ。もう普通にやれば入ってくると思いますし、ええ、でもしかしたら、後ろの部分、はい、とこで使うのか、おそらくに限ってはエースとは呼べなかったですよね。ですよね。あともう、それはもう、吉見さん、小笠原さん、鈴木翔太さん、柳さん。そうなんです。この後半3人期待していたんですけど、ことごとくみんな怪我で、はい、でこの秋のキャンプも、小笠原、はい、柳、はい、鈴木翔太、はい、みんな怪我してますよねキャンプで。それはダメじゃないの。そうなんですよ、やっぱりこういうキャンプで怪我しているようでは1シーズン期待できないですよね。やっぱりもっと体力から、ね、はい、いろんなそういう野球に取り組むそういう姿勢からね、はい、もう一回このオフにしっかり見つめ直してやっていかないといけないですよね。期待が大きいだけに。そうですよ ね。だけども来年じゃあローテーションどうしましょうってことになるとね、おそらくね、やっぱり小笠原、はい、小笠原さん、僕小笠原さん好きなんだよね。大野さん、はい、でおそらく外国人ピッチャーかなというふうに思いますしね、はいはいはい、まあ、最後の今年の最後の方1回先発して結果は出なかったんですけど、はい、やっぱ若くてこう力のあるピッチャーがね、はい、ちょっと先発に何人か欲しいなっていうところですよね。そうですよね。だから今おっしゃって、まあ、今日名前を挙げさせていただきました、まあ、来年ね頑張ってほしいドラゴンズの先発投手にプラス伊藤純喜もいましたね。伊藤純喜さんいるじゃないですか、はい、忘れたら怒られますよね。怒られます。もう伊藤純喜さんね、もう初めにずらずらっといるんだから、これでだから何人かが2桁をしていけば。そうです、やっぱりこう3人ぐらいは2桁ね、できるピッチャーがいないとですね、なかなか A クラスは狙っていけないですよね。そうですよね。で、一方、もう野手の方は、まあ、やっぱり毎年言われますけど、まあ、京田さんなんかもね、頑張ってますよね。まあ、京田が、ね、今年1シーズン出たっていうことはもう本当素晴らしいんですけど、まだまだ、
上を目指さないといけないし、ライブ見てから決めるでしょうね。え、先発じゃなくて？はい。いきなり結構ね、7、8、9っていうところもあるかもしれないですよね。又吉さんなんかもいるし、田島さん。そうですね。又吉さんも来年どっち使うんだろう。又吉はそろそろね、本当は先発してあげないと、相当もう入ってから、入団してから登板してますから、後ろだともう本当に今年みたいにね、どん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 こう、使ってしまいますからね、使いたくなるので、今年6月ね、完封した時に、ようやく先発でね、こう成功したんで、よかったなと思ったらチーム事情ですぐに、またね、セットアッパーに戻ってしまったので、そうですよね。ちょっと心配ですね。はい。最初に出てきた三つ葉さんでしたっけ？はい。あの方も、あ、そうですね。すっごい出てきたんです、最初。まあ、三つ葉とかもね、先発も面白い。